パンを踏んだ娘は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンの創作童話である。1860年、童話と、物語1、パンを踏んだ娘、ペンとインク壺、美しい、に収録されて出版される。ある村に、インゲルという美しい少女が住んでいた。インゲルは裕福な家庭へ方向に出されたが、それは、元から自分の美貌を鼻にかけるところがあった。 インゲルの高慢な性格に拍車をかけることとなった。ある日、インゲルは里帰りをすることになり方向先の夫人からお土産にパンを持たせられる。その帰り道、インゲルは雨上がりにできたぬかるみの前で立ち止まる。そして自分のドレスを汚したくないと思いお土産のパンをぬかるみに放り投げ、パンの上に飛び乗った。ところが、その途端にパンは、 ぬかるみの底へインゲルを乗せたまま沈み、二度と浮かび上がることはなかった。インゲルが満身のために、底なしぬまい沈んだ話は、人々の間で語り草となり、その様子は地獄に落ちた、インゲルの耳にも伝わってきた。そして、インゲルの母が愚かな娘を持ったことを嘆きながら、死の床についても、インゲルは、たかがパンヒ切れのためにどうして自分が地獄へ落ちなければ、 ならないのかと、全く反省しなかった。そんなある日、いつものように地上で底なし沼へ沈んだ、インゲルの話をしていた子供たちの中で一人の少女がインゲルを荒れみ神様にインゲルが天国へ行けるよう祈りを捧げる。その少女もやがて年を取り、死の床につくが、幼い頃に聞いた、インゲルの話を片時も忘れることはなく、インゲルのために涙を流して天に滅された。 その祈りは聞き届けられ、インゲルは灰色の小鳥に生まれ変わる。そして、インゲルはどんな小さなパンクズであっても、粗末にせず、他の鳥に分け与えた。そして、灰色の小鳥が、他の鳥に分け与えたパンクズの量が、あの時に踏んだパンと同じ量になった時に、インゲルの罪は許され、長い苦しみから解き放たれて天国へ召されたのであった。岐阜女子大学の佐藤義隆は、 論文で本作について考察している。1859年に書かれたこの作品からは宗教色が色濃く感じられるが、これにはルートビヒ・クリスチャン・ミューラーというコペンハーゲン大学進学部学生の宗教感が強く反映されている。アンデルセンはコペンハーゲンで彼に受験勉強を見てもらった。その影響もあって本作や赤い靴のような作品が生まれたと、 佐藤は言う。いわゆる七つの滞在のうち、傲慢の罪を犯した主人公とその食材のプロセスを描いた作品である。ファンはキリストの肉体を象徴するもので、主人公は神を踏んだと解釈できる。小鳥になった主人公は無視の行動によって最終的に神に愛されるものとなった。1975年 NHK 教育テレビの番組。 人形劇の枠で、パンを踏んだ娘というアニメが放送される。影絵のような表現技法を使用しており、劇団かかし座では、影絵劇と呼んでいる。初回放送は、前編が1975年11月12日、後編が11月19日。脚色、北沢京子。総演、劇団かかし座。1993年、パンを踏んだ娘として、 再放送。2015年7月25日、E テレセレクションの枠で再放送。山田美也子による主題歌がトラウマになっているという視聴者も存在する。本アニメでは、ストーリーの大筋は原作と一致するが、インゲルは方向ではなく、幼女として引き取られた、インゲルが地獄に落ちたことを人々が語ったり、母が晩年に悔やむ描写がない。 インゲルを哀れむ少女が幼くして亡くなった。ラストで小鳥が天国へ行った明確な描写はないなど、若干異なる。ありがとうございます。